はい、おはようございます。こんにちは。こんばんは。レオジンと申します。皆さんからいただいたリクエストをやっていく企画、俺、縛ります。今回の縛りは、AR、アサルトライフルの、サイトをつけてやっていくやつですね。僕、サイトあんまりつけないんですけども、今回の縛りはこちら。バリックスに、リーコンってやつですね。リーコンつけて、AR で。やってほしいということですね。バリックスといえば、英国かな。リーコンですから、もうね、もう真ん中のにっこりがね、もう俺の勇姿を、ね、もう見届けてくれてるであろう、このにっこりマークとともに戦場を駆け巡りたい。そう、頑張っていきましょう。開幕で人がやられてますけど、大丈夫ですかね。これ英国サイトなんでね、倍率高いんですけど。こういうふうにね、敵の位置がよくわかる。ね、遠くのとこからでも敵がわかるという。ニコちゃんマークがちょっと輝いてますね。倍率強すぎても困るんやけどね。びっくりした。びっくりした。ちょっと、ニコちゃん、ちょっと頑張ってくれ。いや、笑ってるわ。爆笑ですね、これ。こっちから来そう。サイト邪魔やな、これ。よう見たら邪魔やな、これ。真ん中にちっちゃな点で欲しいんだけど、俺は。めっちゃ見づらい、これ。よく見たらめっちゃ見づらい。スナイパーライフルですね。分が悪いとか思ったらもうこれで。いくらね、リコンつけてたとしてもね、スナイパーには勝てるわけないんで、やっぱそこをこうしっかりと見極めてやっていきたい。よし。意外と高ズーム結構ありだな。意外とね、高倍率のサイトは意外と使ってみると気持ちよかったりしますね。敵結構今回は結構、こういう距離とか結構多いと思うんで、サイトは見づらくはないと思います。OK。さあ、センター、いや、こっち、今、両圧。サプレッサー。そこはちょっとマップ映ってなかったんでね、ゴーストだったんでね、見えなかったですね。うわお。早っ。連射が早いね。俺、指連打全然ダメなんだよね。ニコちゃん、やばい。ニコちゃんマーク、輝いてるね、本当に。あ、輝いてますね、これ、完全に。ニコちゃんマークなのに敵を殺すっていう。これ、どうなんやろうね。皮肉なのかな。俺がお前を笑顔で殺してやるぜという。出てますね。え、マジ倒せない、あれ。そうだ、下だったね。と思ったら、下でした。OK。うわ、上行きそう。オッケー。わお。SMC。いや、ロケット、え、待って、何？グレネードランチャー今の。あれ、グレネードランチャーとかあったか？この作品、アタッチメントに。あったんでしょうね、きっと。あ、この距離やれない。いますね、人めっちゃいましたね、今。スナイパーライフル。あー、危ね。今の正直危なかったですね。拡張マガジンの強みですね、今のは。僕は AR に角マガをつけるタイプです。ファスマグでも悪くはないんですけど、僕はどちらかというと AR に角マガ派ですね。リーコンレクティプル解除しましたね。スチールストリークを取るってやつですね、確か。いや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 、気持ちがいい。ニコちゃんもにっこりですよ、この成績には。これみんなつけるしかないね。ちょっとこれ全力でリーコンを押していきたい。サイト系を押していきたい。これはちょっともうにっこり。この結果にはニコちゃんもにっこり。これニコちゃんって言うんですかね、なんて言うんだろう。正式名称知らないけどね、私。正式名称知らないけど、でもいいんです、それで。弾切れたな。ああ、ちょっとタロン。タロンはここで操作しなくていい。弾切れたな。ちょっと武器をください。武器を俺に分けたまえ。ちょ、5発でなんとかするか。もうしょうがない。ここまで来たんやから。よし、なんとかなった。やればできるやん、俺。やればできるじゃないですか。おお、
俺のあれかな、俺のあれが壊れた、俺のあれが壊れた。オッケー、いい武器をくれ、俺に一番いい武器を頼む。 UAV オンライン、下、上、真ん中、ジジリスだ、敵リス、いた、ちょっと遠いな、ちょっといくらなんでも遠かったな。うわお、お、敵かい、これ全然見てなかった、全然見てなかったよ。絶対こっち来るやろ。いた、はい、いらない発砲しましたね。さあ味方カットしていく、素晴らしい、綺麗ですね、味方でしたね。そこだー、 OK。 はい、ということで、100対36、実はもう一つの縛りでね、ファイナルキルカメラ撮ってっていう縛りもあったんでね、やっと撮れてよかったと思います。これね、ファイナルキル撮ってって言われたんで、ね、まあまあ答えれるリクエストは答えていくつもりです。ということで、ご視聴お疲れ様でした。リーコン AR につける縛りでした。縛りリクエストに関しては Twitter もしくは動画コメント欄にて、気軽に募集してますので、もしよければね、気軽に声かけてくれたら幸いです。ではご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。